はい、今回は開運シリーズ熱田神宮になります。熱田神宮です。熱田神宮を開設したいというふうに思います。よろしくお願いいたします。熱田神宮はですね、愛知県名古屋市にあります。もうとっても広々とした素晴らしい大神域の神社ですね。もう大きいんですよ。もう街中にこんな大きな神社があるのかっていうぐらいでかいですね。素晴らしい神社です。で、三種の神器の一つである草薙の剣を祀る神社ですね。三種の神器と言いますと、勾玉、鏡、そして剣なんですけど、その剣の草薙の剣を祀る神社ということです。草薙の剣はその前は雨の村雲の剣と言われておりました。ちょっとこの剣のお話をしようと思います。雨の村雲の剣は、スサノオが出雲で、ヤマトのオロチを退治したときに、その尾の中から出てきた剣です。スサノオは姉であるアマテラス大神にこの剣を献上しました。そして天孫降臨時に三種の神器の一つとして、アマテラス大神がニニギの御事に授けました。三種の神器はその後、皇位継承権を示すものとされ、初代天皇、神武天皇に継承され、宮廷内に奉納されました。でですね、さてここからが日本神話の英雄である大和武尊皇の登場なんですけども、景行天皇の第二皇子として生まれた大和武尊皇は、父である景行天皇からですね、休む間もなく全国各地に討伐命令が下されたんですね。で、大和武尊皇がですね、途中叔母である大和姫皇がいる伊勢神宮に立ち寄り、こう言って嘆き悲しみんだんですね。父は私のことを嫌ってあっちこっちに行かせるに違いない。そうだからもう休む間もなく京都にですね、とどまらせずにですね、あっちこっち行かせるんですね。そんなことを言ったわけですよ。そんな大和武尊皇を大和姫は慰め、雨の村雲の剣を授けました。そして大和武尊皇はですね、東西に向かいました。東に向かったわけですね。駿河の野で賊に火を離れた時、雨の村雲の剣で草をなぎ払って難を逃れたことから、雨の村雲の剣は草薙の剣と呼ばれるようになり、この字は焼津という地名になりました。そこからですね、焼津という地名になったんですね。火を放たれた、焼かれたというところで、その後伊吹山に白いイノシシが出没すると聞き、素手でも打ち取れるといいですね。いつも腰に帯びている草薙の剣を置いたまま戦いに挑みます。遊約して出かけた大和武尊皇は、伊吹山の麓で牛のように大きな白いイノシシと遭遇します。大和武尊皇はこの白いイノシシはですね、伊吹山の神の眷属、要は家来だと思ったんですね。しかしこの白いイノシシは眷属ではなく山の神、主催神そのものだったんですね。これでですね、山の神は侮られたと思って激しく怒り、大和武尊皇に神のたたりが下ったんですね。で、大和武尊皇は病の身となってしまったんですね、たたりによりですね。病床に伏しながらも歌を読み続け、最後に読んだ歌は、草の木の剣を常に帯刀していればこんなことにはならなかったと意味するような歌を歌ったんですね。そんな歌を食いながら読み、歌を終えると息を引き取られました。大和武尊皇は陵墓からですね、白鳥が現れ天に昇ったと、伝えられています。王子として生まれながらも都にいることを許されず、戦いに明け暮れた生涯、日本神話の悲劇の英雄として今も日本人の胸に深き刻まれています。日本神話のスーパースターサノウからですね、その後のスーパースター大和武尊皇に継承される草薙の剣なんですね。もう神話ファンには答えられないこの系譜流れですね。でですね、この草薙の剣なんですけど、実は現在でもですね、錆一つがないそうなんですよ。そんな風な話が言われております。何千年も前に作られた剣が錆びずに現存しているのは、もう不思議としか言いようがありませんね。一体何でできているのかと疑問が湧きます。草薙の剣を実際に一度は見てみたいものなんですけども、しかし見ることはできないんです。これですね、一般人に限らず関係者さえも見てはいけないんですね。もし見たら変死を遂げるというふうに言われております。
これまで何人かの神官が草薙の剣を見たことがあるそうなんですか。まあ、あの神のたたりなんでしょうか。みんなですね、翌日に亡くなってるなんて怖い噂があります。まあそういうふうに見るなと言われると一層見たくなるんですけど、まあ神仏が下ってはいけませんので、まあ、草薙の剣はですね、祈願対象ということでですね、まあ、熱田神宮から遠くからですねお祈りするということですね。熱田神宮のご神徳はその草薙の剣により邪気を打ち払い悩みを打ち消してくれます。そして決断力、統率力、集中力、勇猛心を与えてくれます。もうぜひ熱田神宮に参拝してみましょう。皆さんですね、参拝しましたら一人一人に草薙の剣、剣、武勇の剣が授かりますので、無敵の剣です。ぜひともこの霊的な剣を授かりに草薙の神社が祀られている熱田神宮に行きましょう。